自分がどこにいるか見失いかけてはい、どうも、トミーでーす。鎌ヶ谷市に突如現れた船橋市の飛び地周辺を歩いてみよう。はい、ということで今回は境目シリーズでございます。過去2回やってきまして、コメントで鎌ヶ谷市の方もぜひやってほしいというのをですね、いただきました。で、地図で調べたところですね、めちゃくちゃ変わった地形であることが分かったので、境目も非常に入り組んでおります。で、特徴的なのは、今地図こう出してますけども、飛び地のように船橋市のエリアが存在しているんですね。で、それがまさしくこの今僕らがいる東武アーバンパークラインの馬込沢駅周辺ということなので、とりあえずもうね、めちゃくちゃ複雑です、境目が。なので僕らも歩きながら今自分がどっちにいるか分からなくなるとは思うんですけども、ちょっと地図とかしっかり確認しながら歩いていきたいと思います。はい、では駅前から歩き出したいんですけども、今マンホールを見ていただいた通り、ここは船橋市でございます。で、駅前にあるサミットですね、この脇をちょっとぐるっと歩くような形で進む。ここはですね、以前駅散策でもご紹介はしてるんですけども、その時も歩いててすげえ変わった地形だなというのは思ってたんですよ。だって今僕の後ろにこれ公園あるんですけど、これもちょっと小高いところにある公園なんですよね。ちょっとスロープを登っていくような公園で、台地になってるというか、この駅周辺がすり鉢状というか、ちょっとこういう風に下ってきてるような印象のエリア。ここでももう一個馬込沢っていう地名になってますね。馬込沢って鎌ヶ谷の地名だと思うんで、すでに鎌ヶ谷市に入ってきてるっぽいよ。川が流れてる。見て、これこれ。鎌ヶ谷市って書いてある。この川は確実に鎌ヶ谷市を流れてるということですね。さっきこう見ていただいた地図ありますけども、地図で細く鎌ヶ谷市が続いてるとこあるじゃないですか。おそらく今我々そこにいると思います。そこのど真ん中なんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとそっち行ったらもう船橋市がまた始まると思うんで、ちょっと行ってみましょう。あ、ちょっと待って、もうほら、これ船橋市のマンホールになってます。もうすでにどこかで切り替わりました。でもここはね、馬込沢なんですよ。映るかな馬込沢三丁目って言ってね、なんかこういう感じで船橋のラインがあっちに来てる。分かりづらいね分かりづらいこれ。早速地図上で今自分がどこにいるか見失いかけてますすっごい細い鎌ヶ谷市エリアが今、こうずっとあって、すぐそこはもう船橋なんですね。ここ見て、すごい高低差にこれはすごいな。すごい登ってるよ。こっちはあの船橋市の丸山というね、地名の方ですけど、また一段ぐっと上がってんだね。歩いてみれば見るほど地形のこの起伏、これ改めて感じますね。で、ここ行くとですね、あのアーバンパークラインの下を潜る形で、駅の東口方面に出ます。さっき僕らが言ってたね、鎌ヶ谷市を流れる川が、あのサミットの横を流れてる感じなんですね。そうやって考えると、サミット自体もその市境に干渉してる可能性はありますよね。サミットのどこか一部ではここが鎌ヶ谷で、ここが船橋みたいなエリアがもしかしたらあるかもしれない。さあ、ということで駅のね、今東口の方出てきたんですけど、ここまた川が、さっきのあれかな、川かな、ここは。またずっとあっちは暗渠になってる感じですね。ここは京葉銀行の馬込沢支店とはなってるんですけど、船橋市のマークなんですよ、ここはここはちょっと地名のフェイントが入ってますね。
馬込座支店だから鎌ヶ谷だと思いきや、ここも船橋、うん、ちょっとまたね、もう早くも見失いかけてるんで、今こう地図を出しておきますけど、我々は今はねこの辺りにいます、まあ、この京葉銀行の馬込座支店のこの辺り、船橋エリアに今立ってます。地図で確認したところですね、さっき言ったこの川がここではギリギリ市境に接触している部分なんで、もう今この川を起点にこっちが鎌ヶ谷市になってます。ちょっと行ってみましょう。今通ってるビルも鎌ヶ谷市、見てください、ここ住所的にも鎌ヶ谷市東道の部というところですね。このファミマですね。このファミマは鎌ヶ谷市なんですけど、僕の今後ろにあるこの中華そば屋さん、これは船橋市でございます。なのでここが境目、うん、飛び地の境目にある鎌ヶ谷のラインはここまででございます。さっき僕らがいたあの川のとこからここまで細く鎌ヶ谷ラインが続いているということですね。京葉銀行の前の通りに沿ってちょっと歩いてみましょう。さっき見ていただいたね、川がすぐ僕の右手に流れている状態です。あとこのクリーニング屋さんの後もめちゃくちゃ渋くない屋根の歪み具合とかね、だいぶ歴史を感じますけど、だからこの辺もね、ちょっとこう路地入っていくと、うん、すぐ鎌ヶ谷の境に接触する可能性はあります、ね、あそこ水門みたいなのがあるね。あるね、あれ。え、すごい、ここ川沿い行けるじゃん道がある。ギリギリを行けるよこれ。これ今地図で見たらですね、ここは鎌ヶ谷に当たりますね。これやっぱさっきの通りから1本入るだけで、僕らがさっき言った細い鎌ヶ谷市に入ってきます。これがなんか飛び地の面白さというか、狭間があるってなってます。で、これこっちに行きます。うん、まあ当然ながらさっきの通りに戻るって感じだと思うんですけど、新鮮市場さんの駐車場に出ました。ああ本当だ。見て、うん、あれ銭湯でしょ、煙突が立ってる、だいぶ趣があるでしょ、うん、見て銭湯の前に横丁になってる、めちゃくちゃ渋い。風呂から上がって一杯ってとこかな。ねえ最高じゃない、うん、これ、うん、ニコニコニコです。銭湯なんでね、まだ営業が夕方からだから、ちょっと時間的にまだ空いてないと。夕方以降ね、合わせてこの横丁とかもこう火が入って賑わってくるのかもしれないですね。さっきまでは馬込沢駅の周辺、飛び地でいう南側ですね、南端のエリアを歩いていたんですけども、今度は反対に北側の方までやってきました。で今すぐ横を通っているのが、県道8号線あの船橋と我孫子を結ぶ、道路が通っているんですけども、脇道を入って進んでいくと鎌ヶ谷と船橋の境目が存在するエリアになりますので、ちょっと歩いてみましょう。この辺はねマジで土地勘がないので地図で探り探りになります。地図上で確認すると、その辺の境界はですね、結構野田線に近いエリアまでになるそうです。さあ、また道が少し下ってきてるんですけど、今僕の前に線路が見えてるんですよ。多分ね、カメラじゃ分かんないと思うんですけど、高架の線路が通ってる、はい、で。ちなみになんですけど、今、ご覧ください、場所としては。マンホール見たら分かる通り、鎌ヶ谷市のマーク。こっちかな。もうすぐ横野田線ですね。
りあえず今のところこう目に入るものは全て鎌ヶ谷になっているんですが、一段上がってるじゃん、住宅が。あっちがそうなのかもしれない。ここまでが鎌ヶ谷で、一段上がった向こうが船橋なんだよ。行き止まりにさっきなってしまったので、ちょっとまた迂回して、ここはですね、セブンイレブン鎌ヶ谷西道延6丁目店のところまでやってきました。で、後ろにね、この団地が映ってるんですけど、ここはかなり前なんですけど、僕がひたすら恵方に向かって歩くという企画をやった時にですね、やってきたところですごい久々に来たんですけどもということで、こっちにですね、地図上でいうと境目があるということなので行きましょう。ちょっと飛び地というにはね、あまりにも広すぎますね、この船橋市飛び地は。さあ、ではどうぞ。あった、これこれこれ、船橋マーク。はい、ということで、今回はですね、境目シリーズ、この船橋市の飛び地エリアを歩いてきました。雑木林が後ろに見えている状態での締めでございますけども、最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。